どうも、マザルコです。では、ラスト続きをやっていきたいと思います。で、見てほしいんですけど、いろいろファームしたりね、いろいろ頑張ったんですけど、こっちじゃない。ほら、見てください、この量。MP5、まあ、これ耐久値があれですけど、トンプソン、セミピス、セミライ、ダブルバレルってこう銃もね、これさ、実はこっちだからフェリーターミナルで相変わらずここら辺のファームを頑張ってやってたんだけど、ここら辺に朽ちてる家があって、でもなんかどんどん朽ちてってて、で箱が登場したんですよ。その箱の中に武器がいっぱいありましてですね、ちょっとねお邪魔してみたんです。だちょっとお邪魔したんですよ。だからちょっとお邪魔しただけね。で、こういうなんかよくわかんない。ちょっとこうなんかね、このスキンが違うやつとかもあったりして、クロスボウの。ちょっとだからお邪魔してもらってきたんです。いただいてね、いいよって言ってた気がしたんで、もらってきたんです。で、一応布をこんだけ持って、こんだけいって、これを持って、ちょっとさ、ここ行ってみたい。アークティックベース。一回行ったことあるんだよね。ちょっとこの状態で、まあ、失っても、まあまあまあっていうところで、弾足りるかな？弾ってこれだと足りませんか？まあ、一回行ってみようかなって。一回行ってみようかなって。無謀かな？ダメかな？ちょっと、セミライトが一本しかないから、それをワークベンチ覚えるか、現物だけで、弾だけはね、リサーチテーブル、空港じゃない、ここにあったリサーチ、フェリーターミナルのリサーチテーブルにて、6ミリ？なんだっけ、セミライとかに入れる弾だけは覚えたので、まあそれでもいいんですけど、一応セミピスってあんまり使ったことないから、ちょっとセミピスを持って携えて、ここに行くにはこっちから行って、お、食らうか、大丈夫、ちょっと行ってみたいんだ、どうだろうか、許されるだろうか、今のこの私に。え、あ、びっくりした、済んだかと思った今。方向的にはこっちで合ってるよね。ここら辺通るの怖いけど、そのね、ちょっとチラッと行ってみたい。ダメならダメでまた帰ってくればいい。前行った時は、攻略はできたんだけど、結局、なんだっけ、グリーンカードキー、ブルーカードキーがある場所があったのを、まさるこ見逃していたらしくって、なので、ちょっと、行ってみたいなと。この道中が一番、なんだかんだで道中が一番さ、怖いんですよね。布もね、いっぱい持ってる。布、確かすごい持ってる。ただ注射器を持ってないから。でも注射器もね、4本ぐらいあったけど、あ、持ってくればよかった。どうせ邪魔いっか。布がこんだけあればいけるだろうと勝手に踏んでる。道中で、あ、飯持ってくんの忘れた。飯持ってくんの忘れたから、キノコ、あ、しかも、ちょっと食った方がいいまである、これ。食った方がいいまであるな、ちょっと。これちょっと食べて。他はいっぱいにしといて。いっぱいになんなかった。あ、なんかいるな。なんかいるから、ちょっと避けて。今そんな場合じゃないから。なんか、大丈夫？このアドレス出ちゃってるの。一応隠しといてあげるか。隠れないな。この格好だとパーカー消えるからその、え、誰誰誰、これは誰、兵士か、兵士ってかあれか、くそ、こんなところでやられてしまった。ちょっと巻くか。まあいっぱい持って、もう65とか減っちゃったんだけど、ひどくない？これどっち？どっち？こっちだ。まあ、布いっぱい持ってきたから大丈夫でしょう。
寒すぎるんだ。なんか今変な音しなかった？してない。寒すぎるは何かで解消できる。でもパーカー着てるけどダメなんだ。ちょ、これ一回ちょっと待って、一回落ち着こう。一回落ち着いて、一回落ち着いて、一回落ち着いて、今度作りながら行こう。寒すぎるってことはきっと体力も減るってことよね。もうすぐアークティックベース。今多分撃たれたのは研究者の NPC だね、きっとね。追っかけてこないもんね。アークティックベースつくよ、もうすぐ。いけるのかな？無謀かな？無謀な戦いかな？アークティックベースの人たち強いもんね。強いけど。行ってみたい。強いけど行ってみたい。この人たちすごいね、すごいとこからでも撃ってくるんだよ、確か。あ、いる。もういる。あそこにいる。これ、これじゃダメか。届かないか、まず。まず届かない。あ、そこにもいる。ほら、すごいでしょ。すごいでしょ、撃ってくるのが。ダメだ。ちょ、すごい撃ってくる。すごいって。ちょっと待って、打ちすぎじゃない、ちょっと打ちすぎじゃない。ねえねえ、痛い。ちょっと打ちすぎじゃないねえ。全然打ちすぎじゃない。すごい、こっちまで来てる、追っかけてきてる。ねえ、どういうこと。ちょっと待って、すごい追っかけてきてんだけど。え、どこまで来んの、この人たち。え、どこまで来んの、怖っ。え、怖すぎるんですけど。すごいとこまで追っかけてきたって。え、今全員出払ってる、もしかして逆に。ちょ、これ無理か、無理なのか、これは。私には。何か。2個もらった。ちょっと待って。とりあえずいっぱい。あ、いいか。いっぱい作っといて。あ、間違えた。焦ってる。え？追っかけてくるってことは、追っかけさせて、でもいっぱい来るよね。ずるくない？あんなにいっぱいに、いっぺんに来んの。どっかから入った方がいいみたいなありそうなんだけどな。あそこもなんか拠点がなくなってるのか、あれ。ここから入っちゃってもいい？もう。こっち側にはいない。みんな出払った、もしかして向こうに。いや、いるな。当たる？むずいんだけど。サイトがないと全然ダメ？もしかして。これさ、隠密で行けたりすんの？ここにいる？この人はいる？あそこにもいる。どこねえ、どこ？は？ちょっと待って、マジで待って。来てる？どこまで来た？こっち来たなら来たで。
どこにいる？帰ってた？あそこにいる。あそこにいるな。いるけど、こっちも見つかっちゃうね。もしかして、マサル君の服装が目立ってる？とか、そういうこと？あそこら辺にいたよね。無理か。無理なのか。クロスボウとかのがワンチャン良かったか、これ。追っかけさせて、立ち向かっていくパターンある。ちょっと待って、よく見て、どこにいるか。ここら辺にいた人が追っかけてきたよね、きっと。ここら辺で撃ってきたよね、もう。どこにいる？ここら辺まで追っかけてきた。わかんねえなー、わかんねえなー。ここ入ったら終わる？ここの人とかいる？ああ、そうだ、白クマがいるんだ。白クマがまた脅威なんだよな、今。これ、無理かな。布が500枚も持ってきちゃったから、失いたくはない。ここで死にたくはない。こっちじゃないな。うわ、どうしよう。どうやったら攻略できんだ、ここ。一回行ったときやっぱ、武器も装備もちゃんとしてたからできたのかな。スナイパー持ってたんだよね、そういえば。遠くからできたのか。これは遠く無理か。セミビスごときじゃ。もう一回。遠目から。ここら辺って人口密度ないのね、多分。家があんま建ってないもんね。あ、建てれないのか、この周りだから。入り口のとこら辺には一人いる。向こうが、こっちの方が、こっちの表側の方がいっぱいわーってきたよね、今ね。今っていうかさっき。こういうので、どっから入ったらいいんだ。ここがまあ通り、表玄関みたいな感じになってるってことよね。だから、ちょっと上から、こっち側から、いや、クロスボウ持ってくればよかった。そう、ここら辺からスナイパーで狙えてたんだよな、お前は。あ、みんないなくない？あ、いるわ、あそこに一人。そこに一人。高台ずるくない？あそこの高いとこ。ちょっと待って、ここら辺まで追っかけてきたよね。ここさ、当たる？当たんない。わかんない。これすごい、セミピースってすごいわかんない。接近戦以外に方法はないのか？セミピスで戦える方法は。向こう側の方とかちょっと行ってみるか。そうそう、こういう岩に隠れてスナイパーピングしたんでね。あ、そこにすごいでっかい拠点があるわ。よく見て。あそこに一人、二人。あそこに二人。ここにも一人いる。こっち側から入ったら、ワンチャンいける？一旦ここ降りてみるか。
旦ここ降りて、降りて、怖っ、これ遮蔽ないよね、あんまり。あ、ここに、ここに岩があるか。岩を、内側にはあそこに一人だけなのかな。いや、そうは限らないよな。いるね。いや、一人だけでもやって、あそこにもいるか。ちょっと遠いよな、さすがに。こっちにはどう？もうちょっと前まで。いや、後ろ怖っ。うわ、いる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 。来るか。来ないのか。来るのか。来ないのか。来た来た来た。こっちまで来てくんないのか。どこにいる？あ？どこ行った？こっちまでは来ないのか。どこにいる？あそこにいる？いや、あれそう？もうスンってなっちゃった感じ？当たった。当たったけどこっちも当たった。多いんじゃない？でも向こうに絶対銃声聞こえるよね。大丈夫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 。どこの人が撃ってんの今度。上か。あの上か。やばい、集結してきてない？もうここから外には出てこない。ここにいる。いるけど。ちょっと今モニュメント攻略やってます。セミピスで。セミピスってほんと使いづらいかも。わ、なんか走ってきてる。走ってきてるぞ。あそこの上に行くんだな。あそこの上あたりに今いたよね。これ地味な戦い。地味な戦いだけど、そこは届かない。こっちに来る。どこ行った？うわ、そこ来た。ずる、ずる、それずる。来ないで、誰も。わ、いた。いるいるいる。すごい時間かければいける気がする。あ、外した。建物、一建物に一人はいるって感じかな、これ。あ、見つかった。ずるいぞ、そのドアを。こっちの人
許して、許して、モニュメント攻略をしたいんだ。モニュメントを攻略したいんだ。この岩に助けられてる。頑張れ、頑張れ。頑張れ、私。頑張れ、マサルコ。あー腕が痛い。なんか緊張の。こっちも気にしなきゃね。痛い。痛くね。どこどこ。ちょっとちょっと。やめてください。こっちまでは来ないでいてくれてるっていう。あそこにいる。どこだ。あそこにもいる。回復がいっぱいあるんだ。ただ弾が足りないかもしれない。いっぱい持ってきたとはいえ。しぶったら隠れるね。当たんね、当たんねえぞ、当たんねえぞ、おい。今時効警察のあのなんだっけ、サネイエさんじゃなくて、この岩という強い味方がおるんじゃ。あの頭出しずるくない、あそこ。どんどん巻いていこう。どんどん巻いていこう。当たんなくなってきたな。やっぱピンが高いのもある。いや、そういうせいにしちゃいけない。マザルコのエイムが悪い。階段登ってくるでしょ？見つかるんだ、ここでも。すごくない？あ、やった。一人やれた。一人やれたぞ。え、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 なに？誰？うわー、もう最悪なんだけど、もう攻略してたんだからそういうのずるくない？あ、近づいてきた。何も持ってないよ。布ぐらいだよ。撃たれて死ね。セミライを持ってる人。わあ、私の遺体をなくそうとしてる。あ、違うか。石子ってのか。失敗に終わった。今回の作成は失敗である。やっぱ来るよね、そりゃね。あんだけ音出してたらね。分かっていたことですがね。やっぱダメだ。ちょっとセミピース使いづらい。でも私今、合流できるんで、なんのあれもないですよ。はい、来ますね。はい、来ますね。衣装もありますから、全然ね、こういう。ちょっと下着を着ないとね。あー、これ着れるね。いいじゃん。ちょっとかっこよくない？ちょっとかっこよくなっちゃったんだけど。これ覚えたいな。一旦これにしとくか。一旦この装備で、この装備で、とりあえずは行くか、しばらくは。で、どうしよう。まあ、これを携えといて、まあ、これ携えといて、まあ、ファームですか。ファームですかね。これは狼ですね。人ではない。人ではない、これは。よし。で、これも持って、いっぱいあるからね。これも持っ
とくか。持っといて。これで。ファームですね。ファームですよ。頑張りますよ。また、ファームの、じゃあ、クロスボウの方が。さっきのとこクロスボウの方が良かった。いや、でも遠くからも結構あれ。ちょっと、今回失敗に終わりました。飯食って。よし。じゃあ、すいません。ファームに行ってきまーす。でも、セミピスあんまりだな。あれだったら普通のリボルバーこっちの方がいい気がする。そんなことない。そんなことないのか。よし、ファームに行くぞ。ファームに。でもあの人、今殺した人びっくりだろうね。私一人も殺してない分、真っ白ですから、真っ白というか、名前の部分が、なんかいっぱい殺すと、その、名前が出るじゃないですか、近づくと。それが、赤くなってくらしいよ。ジャックハマ欲しい。石コルか。ちょっと待って、ファーム。いや、石コルか。玉を作るために、石コリです。石コリ。石コリしよう。ちょっと反省したから、石コリ。そろそろ、あれ、うちどこだ？あれ、うちどこだ？あれ？うちどこ？ここか。そろそろ、人がだいぶ増えてきてる気がするから、そして、ここにちょっとツールを、ちょっとだけ入れとくか。どこだっけ？石こりと木はこのチェーンソーをもらったから、これとこれをちょっとこっちに一旦置いとこう。一個これをで、これ帰ってくれば、帰ってきた時にでこんな感じかな。よしよし、私のファミリーたちが頑張って働いてくれてる。これね、頑張れ頑張れ。布はね、いっぱいあるから別に500失ったところでではありますから、ありまーしゅ。ありまーしゅ。よし、凝るぞ。石を凝るぞ。なんか最近ずっとさ、この裏山っていうか、ここのところでさ、石を凝ってた人が毎日いたんだけど、その人が現れなくなったんだよな。諦めちゃったんかな。拠点がやられちゃったんかな。その分ちょっと平和で、常にね、コン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 ね、家の周りで音がしてたんですよ、この音が。すごい怖くて、家出るにも出れないみたいな、そういう状態が結構続いていたんですけど、それがなくなったんだよな。その人に何があったのか。え？どこで？大爆発してます。どこかで。今回はこのまま石こりの回かな。どこでやってんの？まあ、ちょっと石を掘るから。ちょっと私は石を掘る。もう反省。そのね、調子に乗ってね、ただね、セミピスとかをゲットしたからってね、調子に乗りすぎた。まだ早かった、アークティックベースは。あの人たちすごい優秀、アークティックベースの人たちは。やっぱスナイパーで狙ってみたいなのしないと、マサルコには無理かもしれない。うわ、ここら辺硫黄だらけじゃないか。腹いせに硫黄いっぱい掘ってある。こうやってると、そのうち命を狙われるかもしれませんけども。
全然歯が立たなかった。あれそこもさ、人がいたからだけど、あれ時間かければいけたと思うけど、時間かけれないですよね多分ね、こんな普通の公式サーバーのところで。あそこ一人で行くべきじゃないのか。うわ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 、ちょっと待って、怖っ、危な、死んじゃうって。君はもう銃持っててよかった。音わかんないって、自分。怖っ。怖いです、ちょっと。やっぱ悪いことしたから？研究員の、アークティックベースの研究員の人たちをちょっといじめたから怒ってる？狼さん。これ今銃持ってなかったら死んでたんで、まあ家の近くだから別になんちゅうことはないのですが、なんちゅうことはないね。すごいとこに岩がある。すごいすごい生え方、この岩、岩の生え方。さっきのとこパーカーで行ったけど、ジャケットで行ったら寒すぎるって出なかったのかな、もしかして。パーカーだったから薄着です、薄着ですね的な、ジャケット着てきてくださいね的な感じだったのかな。ここは寒すぎるってなんないもんね。さっきの爆発どこで起こってたんだろう、ちょっと気になるけど。イオ兄弟がいた。こっちの真下か。ま、真下じゃない、真上か。あれだけみんなコンコン、うちの周りでやってたのに、一気にコンコンしなくなったな。怖いな、それはそれで。やっぱ拠点がだいぶなくなったことが原因だよね、多分。多分すごいでっかい拠点の人は、マサルコンチには興味を持たないでほしい。一生懸命ファームの鬼のマサルコンチを見つけないでほしい。何気に小さい割に美味しいなってなるから。絶対に。ああ、アークティックベース攻略したかったな。もうちょっとゆっくりやれたらな。やらせてくれればな。きっといけたのにな。多分。多分ね。わからんけど。いけた気がするけどな。異様だらけじゃん。なんか後半は異様が湧くみたいな設定があるのかな。別にないか。たまたまか。あ、お水飲みたい。水もらいます。あ、うまい。お水のこの飲む音いいですよね。よし、水飲んで。あそこにお水置いてくれてるのありがたい。ほら全然石凝ってないよみんな。ジャックハンマーがあればな、どっかで拾えないかな。本当に今回ジャックハンマーに一回も出会えてない。みんなあれ買って、たまにね、ドラム缶、違う、あのツールボックスみたいな赤い箱からたまに出るんですよ。でも今回出会ってないな。結構ファーム頑張ってるけど。大丈夫だよね、まだ結構遠いよね、この音は。遠いよね、遠いね。大丈夫大丈夫。
あれかな、もしかしたらガソスタのとこかな。ガソスタのとこに見張りの家みたいな。すごい、すごい音。すごい音してる。石ありすぎぐらいあるね。石拠点だから石を取っとかないと。あ、光ってるとこがない、これ。あそこの拠点が気になる。大丈夫かな。すごい撃ってる。何の音？これ。聞いたことのない音がする。向こうだよね。聞いたことのない音。どこ、どこだ。さすがに見えないか。望遠鏡があれば見える。夜だったらね、わかりやすいんだけど。光るから、爆発が。下の方まで行っても大丈夫か。アシカさんや。夕暮れ近い。まだ、アシカさん。よ、アシカさん。この家大丈夫かな。大丈夫か。大きい拠点に背を向けたくない。怖い。人いる、あれ。ちょっと怖いな。ちょっと怖いからこっちやめよう。事故。上の方、すぐ帰れる。帰れるとこ行こう。このうち岩の上に立ってんだ。岩の上。岩にめり込んで。めり込み立ち。なんか書いてある。わかんない。なんか、うん、ボンって言った今。なんかボンって言わなかった今。もうすべてが怖い今。もっとすると。その上の方行ってみるか。これが自分家の上だよね、今。あっち側で落としたよね。やっぱりあそこのガソスタのところらへんなのか。一旦。一旦帰るか。一旦帰って石を置くか。どう？ここは大丈夫。ここに、うん。ただいま。石。正直、鉄いっぱいありすぎだよね、ちょっと。鉄いっぱいありすぎ問題。奥なんだっけ？近い。近いよ。近いよ、ちょっと。ここに。布だけ持っとくか。で、食べるか。ちょ、全回復させておいて。で、
わーい、すごいやってる。ちょっと見に行きたいな。見に行きたいな。美容は一応ここに入れてはいるのか。美容。ああ、いっぱいになっちゃったね。すごいです。大騒ぎ、大騒ぎ、夏美です。んで、美容。そうね。美容を。ちょっと見に行きたいな。違う違う違う。違う違う。PC を開きたいんだ。単位を入れといて。あ、もうこれ鉄鉱石もあれだ。いっぱいになっちゃった。一旦こうするか。すごいな。ちょっとちょっと。で、ここにとりあえずババッと入れてまう。入れてまって、美容だけはちょっと、こっちに、なぜかここに美容を入れて、なぜかね、なぜか入れて、で、これも入れて、で、これらはもうリサイクルするやつだもんね。石を。ああ、そろそろ木が足りなくなりそう。石もババッと入れて、ここに入れていっぱいか。コンロで焼くか。お肉焼いて、一旦お肉焼いて、焼いてから考えよう。石もいらないな。石はもう掘らなくていいか。もう拠点ここ以外に作らないんだとしたら、もう石いらないよね。そんなに。あとは TC に入れる分だけあればいい。石に入れる分だけあればいい。そしたら、木ってここにも、あれ、どこに入れたっけ、木。ちょっと待って、あんまり うまくないな、なんか。木はこっちに、こうして入れて入んないか。あれ、この人、ここにももう入らないか。そうきますか。まあ、じゃあここにちょっと入れとくか。ここか。違うな。こっちか。木入れて。で。もう今日は、あれかな。あんまり動かない方がいいような気もしてきてる。
なぜかというと、周りが不穏だから。これさ、1個さ、どこだっけ？どっかの子があんまり少なかったんじゃなかったっけ？ここが、ここの子が、あれ？この子50あるわ。どこだっけ？どっかの子が少ないよね。この子か。この子はさ、この子に入れて。いやー、ちょっとアークティックベース大失敗。大失敗です。なんで、双眼鏡どこ行った？双眼鏡。で、一旦これ置いて。見に行こう。どこでやってるか。多分向こう側だよね。落としたよね。向こう側から落としたよ。よし。この家とかじゃないのか。どこだ。もっと向こうか。どこで落とした。この家ではないね。この家でもないよね。違うな。何この光。おっと、こっちか。ちょっと待って、こっちだ。でもこれってさ、ガソスタじゃない？ガソスタのやからの音じゃない？違う？暗くて見えない。あれが、あ、あそこに見える。この、ここの、あの、真ん中の、これ、この家が、朽ちてた家。で、物資をもらっ、いただいてきた家です。え、どこが、どこでボンボコやってんの？そこ？何あの、チカチカしてんの？かっこいい。なんか、病院とか高いビルの屋上のヘリポートみたい。あ、落ちた。落ちた。こっちでもボンボコ行ってたよね。え？さすがにちょっと怖い。怖くなってきた。ちょっと帰ろう。いやーみんなが動き出したぞ、これ。みんなが動き出した。いやー悔しい。でもアークティックベースはもうちょっと自分が強くなったら行きたい。だからセミライとかが作れるまで、だから今ね、このテックツリー、玉だけ覚えたんです。玉を拾ったから1個。だここの間、あと1、2、3。だからここと、ここを行くとしたら325。だからそんなに遠くない未来。そんなに遠くない未来。あ、違うか。違うわ。ここだわ。450。で、ここまで行きたいから。ここら辺は何だっけ？何これ？ホーミング。え、こんなのなかったじゃん。誘導ホーミングミサイルランチャー。ランチャーがヘリを追いかける。フレアで宙をさらすことも。え、これ新しい。新しくなんか追加されてる。え、これ欲しい。1075。でも、遠くない未来じゃない？ダメージが、常勤パイプ、ジャンク部品。あ、カメラが、カメラじゃ分解しない方がいいね。もうこっから見つけたら。すごい、これ。ない、なかったじゃん、こんなの。ヘリをこれで落とせるんだ。
ちょっと夢がある。ちょ、頑張ろう。これってさ、でもここに行くためには、こっちも必要なんだよね。ここが空いたからってこっちに行けるっていうのもあんの？あんのかな？もう450必要なんでしょ？やっぱ違うわ。ここも踏まないとダメっぽいわ。もう120、これ、ってことはさ、これさ、これだけさ、未来さ、あるからさ、リサーチテーブルでさ、でも1個か。セミライ。トンプソンとかでも、いや、セミライがいいな。これを、これがな、もう一個あったらな。でも、覚えちゃって、リサーチテーブル作って、一回覚えちゃうのも手か。今ないもんね、スクラップが。なんで、次回ちょっともう一回ファームして、スクラップ集めて、で、あ、これじゃない。なんとか、現物でリサーチテーブルで、覚えるっていう、今13しかないもんね。13じゃ何もできひんから、とりあえず、また、次回もファームですかね。ちょっとアークティックベースはちょっとダメだった。ていうか、セミライを、だからこれ現物1個しかないから、これを覚えて、で、リサーチテーブル、リサーチテーブルってどうやって作る？なんだっけ？で、リサーチテーブル、ある？あ、これにもスクラップが必要なんだ。今ないよ、13しか。まあ、とりあえずダメだな。やっぱスクラップ集めですか。結局ね。結局スクラップですわ。じゃあ、ということで。じゃあ、今回はすいません。本当にアークティックベース、やってる途中に他の人的に、ぶっ殺されてしまいましたが、もうちょっと強くなってリベンジはしたいと思いますけど、あそこのさ、近くのさ、ここの、アークティックベース、ここか、ここのさ、近くのここら辺のさ、拠点の人がさ、やっぱ、ここでガチャガチャやってるじゃ、そりゃ来るよね。で、ここにもでっかい拠点あるもんね、こんな自販機があるってことは。それ寄ってくるよね。ちょっと無理かな。地下とか行くか。ここから地下行って、ここまで行って出てくるみたいなのだったら、ワンチャンできそうだよね。でも地下もいるんだろうな。ここの人は地下やってんだろうな。まあ、でもフェリーターミナルはちょっとみんな穴場なんで、ここで地下行ってもうちょっといろいろ集めてみたいなのもあるよね。そういえば。地下行けるもんね。いや、アークティックベースはちょっとレベルが高すぎました。まずは地下か。次回ちょっと地下とか行ければいいな。地下行こうかな。とかいろいろ考えてます。すいません。本当にアークティックベースちょっとダメでした。ご視聴ありがとうございました。では次回またここの拠点が残っていたら、また頑張って地下行ったりとか、スクラップ集めてちょっとセミラー覚えたりとかしたいと思います。皆さん祈ってください。次の時までに拠点があることを。ということで、ご視聴ありがとうございました。本当にもしよかったらいいですけれども、チャンネル登録とか高評価とかいただいたら嬉しいです。大事なところを噛むでおなじみのまさるこです。では、ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラーを握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで、俺を。